でもって人間って正直そこまで本当に強くないじゃないですか、うん、心が、うん、多分とてつもなく繊細で心が弱くて、でもだからこそ別人格を演じることに命を懸けているから、うん、気がつくと何かを頼ってしまうんだっていう瞬間が多分あるんだと思うんですよね、うん、でそれが今この話は多分使える話じゃないと思うけど、絶対に日本的にはいい話でもなければ よくないと思うけど、役者が結局それでオーバードーズみたいな音になって死んでしまうみたいな音とかっていうのはもうあるよなと思うわけ本当に。例えば一番最近で言えばヒース・レジャーみたいな人だって、あのジョーカーを生んだんだってなったらなるよ、なるよ。だって現実がどこかきっと分かんなくなっちゃうんだもん、ね。まあ、それが 恋愛だったりとか、ね、いろんな、やっぱ人って絶対何かに依存してるわけだから、うん、でもそれで一番重要なことは何かというとさ、うん、じゃあ人殺した経験ありますか、うん、ってところに行き着いた結果、うん、僕らは人を殺したことはないけれども人を殺す役をやらなければいけないっていうのが最終的な、うん、一番究極で悩まなければいけない部分だと思うんだよね、うん、そうだね、うん、となると他のそういうことだって、うん、じゃあドラッグの役だからドラッグやりますとか、うん、そういうことじゃないよねと、うん、ということはいろんな想像力で補いましょうっていうのが一番重要なところになっていくよねっていう、うん、そうね、うん、そういうシーズンになってきた、うん、だんだん変わってきた。昔はだってなるべくこうそのでもなるべく体験、本当に体験しようと思っていました、うん、でもちょっと自分の想像力をもう少し信じてみようかななんて思ったりすることも増えてきたかもしれないですね、うんうんうん。